こんにちは、皆さん。ケチです。サムです。今日はこの美味しいチキンとビールを飲みながら私たちの出会いのお話をしてみたいと思います。これはねチキンというブレンドのチーズチキンとヤンニャムチキンです。このチーズチキンは上にチーズパウダーが巻いてあるものです。そして大根、ピクル、そしてコースローまで一緒にワンセットで来ましたね。来ました。では今からこのねチキンを食べてみます。いただきます。いただきます。何食べたい？これから。オッケー。俺はこれ。チーズチキンとヤンニョムチキンです。いただきます。いただきます。これサムちゃん。ありがとう。やっぱりプラン美味しいな、まず私がこのヤンニョムチキンを食べてみたんですが、このヤンニョムチキンの辛さは日本の方が食べてもそんなに辛くないと思います、その理由はこの前に日本から自分の友人が韓国に旅行した時、これを食べさせて感想を聞いてみたら全然辛くないと話をして、多分皆さんが韓国に来てくださってこれを食べてみても全然大丈夫だと思います。辛い味とより甘みがもっと多いですね。食べてみたら甘辛い？甘辛いですね。で、日本ベースはチリ味だと思います多分。はい。美味しい？これめっちゃ美味しい。そのカリカリとする感がすごく美味しい、このチーズチキンは普通のフライドチキンの上にチーズパウダーが巻いてあるものですけど、もちろんカリカリの食感があるし、チーズの味はやっぱり美味しいよね。見たら天ぷらみたいだな。うん、そのチーズパウダーが巻いてある感じかな。これ本当に美味しいです。チーズチキン。もし韓国に来たらぜひ食べてみてください。本当に。これは日本の友人が食べてみたら感想がチートスあるじゃん。チートス。お菓子。チートスのお菓子みたいだと話したことある。チートスはちょっと辛い味がするけど、辛くないものもあるから。あ、本当？チーズ味とか。チートスの味と似てるかもしれません。缶が。でその中に食べてみたのに肉が入っている感じ。なんかそれで新鮮だと。本当に美味しいですこれ。おすすめです。これおすすめですね。このつけてる大根も美味しいです。私は、こっちの方が美味しい。俺は5大根ぐらいかな。まあどっちも美味しいわ本当に。じゃあ出会いね。うん。出会い。
私たちがどこで出会ったかというと、アフリカ TV ですね。ですね。そうですね。アフリカ TV は韓国のインターネット配信プレイフォームです。ネット配信。はい。うん、夫の仕事がゲームするのを配信するストリーマーなので、うん、今は Twitch で配信をしているんですが、その時2016年長いなの時はアフリカ TV で配信をしましたよね。うん、うん、そのアフリカ TV でオーバーワッチというゲーム配信をしました。その時この人本当に上手で視聴者が多かったです。視聴者が3000くらい、まあそのぐらいは、うん、そのぐらいなら韓国で結構4000、そうですね、うん、その時は、うん、私はゲームが大好きなんでゲーム配信見るのも大好きです。それでアフリカ TV に入って視聴者が多いストリーマーの配信を入ったら夫の配信でした。うん、うん、その時本当にゲームも上手で話し方も優しくてらしいですね配信をたくさん見ました。この人の配信を、私その時大学の夏休みだったから、忙しくない時はずっと夫の配信を見ました。なんかずっと配信に来てくれて、なんかずっとコメントしてくれて、それが目に入ったんですよ。うん、初めてははいコメントをしてなかった。うん、まあ確かに最初はしてなかったんだよね。うん、コメントとか全然してなくて配信を見ましたよね。うん、それで、ある日急に、うん、ケイチさんが今日は視聴者参加ゲームしますと言いました。私その時暇だったから、視聴者参加してみようか思って参加しました。まあ、なんだったら自分の配信を見てくださるリスナー皆さんと一緒にパーティーしてみようかと考えてそれで募集しました。うん、はい、その時視聴者方4人と私とケイチさんと一緒に楽しくやりましたね。で6人で、うん、そのゲームが終わって、ケイチさんの配信が終わって、なんかゲームのチャットで夫が私に話をかけてくれましたね。なんか今日楽しかったです、うん、ありがとうございましたの感じで話が、うん、メッセージが来ました。うん、それで私も楽しかったです、ありがとうございます感じで。実はそれ、参加したリスナー全員の方にメッセージを送ったことではなく、もう孫ちゃんだけにメッセージを送ったんですよね。うん、ちなみにそのオーバーワッチというゲームは各リスナーさんたちとゲームをするときに、ただ一緒に部屋に入ってゲームすることだけじゃなく、部屋に入ったら自然に声を聞こえることができるようになりますね。うんうん、そのゲームの中でそのシステムがあって、うん、ボイスチャットという、うん、声が聞こえるようにシステムが作れたんで、一緒に話しながらゲームする感じ。うん、そういう感じでした。うんうん、
それで私も ありがとうございました。楽しかったです。と答えたら、うん、急にケイチさんが失礼ですが本当に声可愛いですねと言いましたね。その記憶はないです今。嘘。はい。ありますあります。何の気持ちでしたその時なんで急にそれは可愛いってもう少し話し返したいなと思ってそう考えれてちょっとあれですよねだからあれですよあれあれ、はい、それで私も、ちょっとびっくりしましたけど嬉しかったですそれでその後は夫の配信を見ながらコメントとかしましたですね、うん、攻撃的にコメントがパパパパパってきましたよね嘘なんか配信終わるまで見て、終わる時間に今日お疲れ様でしたとかのコメントをしました。私他の配信を見ても全然コメントとか知ってなかったけど、でこれが素晴らしいことがなぜなら説明すれば、その時1日の中で配信時間が少なくても8時間、長かったら14、5時間ぐらいになったから、それを最後までずっと見てくれたのはあれはすごいですね。一緒に長くその自分の配信に暇だったよ、夏休みだったから、暇だったから。なるほどね、今じゃなかったら見てくれなかったんだよね多分冗談です、その後は急にまたメッセージが来ました。何ですって？音からは急に本当にいきなり電話しませんか？あいや忘れたものがあるかもしれないからちょっとそれ電話でちょっと、私は、はい、私も電話しませんかの言葉にいいよって答えました。ああそれちょっとびっくりしました私実は知らない人と電話したりとかは全然しないのに、なんかその時はいいよって答えました。わからないけど、運命かな。だよねそう思います。自分は本当にそれはそう考えます。それであの日3時間ぐらい、結構長く電話しましたね、なんか電話した時話するうちに本当にこの人は私と本当によく会う人だなと思いました。なんか一緒にゲームも大好きでサッカーも大好きで、ああそれびっくりしましたね、男が好きな趣味をソムちゃんが結構好きな部分があって相性が良かったです自分。でもゲームもサッカーも、サッカーが大好きな人は多いけど応援するチームも同じでした、その時はマンニュー応援しましたけど、それでこの人と私結構似てるんだよな、と思って、いいなと思いました私は。で普通、自分の中でのイメージかもしれないんですがちょっと勝手な考えなんですが、さすがに女性よりには男性がスポーツにもっと趣味があるから、でゲームは韓国は女の子もゲームに
結構興味持っている方がいるので、そこまでおかしくなかったんですけど、あのサッカーはちょっと意外でしたね。サッカー好きな女性多いじゃない？あ、多いけど、もちろん多いよ、多いけど、うん、それでも他の領域とあの比べたら少ないじゃん、うん、それは確かに。そうかも、うん、その時はケイチさんはゲームも上手で、なんか優しくていい人みたいで、あ、こういう彼氏がいたらいいなと思ったのに、それでもそれでもこの人が私にの彼氏になって囚人になることはわからなかったよ。まあ確かにな、その時はそこまではもうわからなかったから、うん、なんかこういう人がいいなと思ったよ、この人じゃなくこういう人、うん、でも本当にすごく偶然ですね。あのすごくいっぱいあるあの配信者のチャンネルの中で、うん、一つである自分の配信に入ってきてコメントして、偶然にしたリスナーパーティーへ参加してくれて、うん、でそこで話をして、うん、電話までして会えて付き合って、うん、結婚したから、これもう運命だね。偶然の確率がもう高すぎて、うん、本当に。その時なんでいきなり電話しませんかと言いました。いや俺もそれがあの説明ができないから、それは、うん、本当に。え、どういう感情だったかな。その時だから一緒にゲームした時、あの声がすごく綺麗だったので話がしたかったです。まずその簡単な感情、あ、話がもっとやりたい、そこからでした。まあ話をしたらその後で感じられる感情を、自分自身の中での感情を考えて、うん、まあ次はそこから任せる感じでやりたかったですよね。私はその前は全然わからなかったよ、私の声が可愛いとか、うん、よく言われたはず、よく言われたはず、あ、でも自分はそう考えました、うん、声でした、声が一番、全然顔も知らなかったから、背の時代とかなんか声可愛いとかは言われたことない、うん、俺は可愛いなら可愛い、それです。うん、それでなんか初めての電話した時3時間ぐらいして、うん、その後何日間連絡をして、うん、うん、連絡先をまず交換して、そこからあのメッセージとか電話したりして、うん、本当深い関係になりましたね、どんどん。でその後で、ある日9月1日に中国と韓国のサッカー試合があったの で、うん、でその時ソムちゃんに電話して、もしかしてよかったらそのサッカー試合を一緒に見ませんかの話をして、確かにその日もチキンとビールの構成だったよな、うんうん、で今みたいなセットで食べ物をデリバリー注文して、その時は自分が一人暮らしをしてたんで家で二人でサッカーが見たかったですよね、うん、でも私はなんか出会ったこともない男がいきなりサッカーを一緒に見ませんか、うちで言ったら私、うん、うちで大丈夫かな、ちょっと心配しましたけど、なんか
一緒にサッカーを見ながらビールを飲みながら、それが面白そうだったので、これはまあ正直勇気を持ってあの話することだから、うん、あの少し悪かったかもしれないですよね、自分が最初は、うん、でも本当に会いたかったです。で結局会うならあのと複雑する外で会えることより話に集中ができるように、うん、あの家で会いたかったです、うん、同じ趣味持ってたし、うん、その時私がそんなに心配はしてなかった理由はこの人はなんか友達とか家族とか全然会えなく、うん、その日、うん、あの一人暮らしをした時は、うん、ほぼ外に出なかったですよね自分、うん、なんか一人で家でずっと頑張って配信する人でした、うん、その時は確かになんか寂しそうな気持ちで、うん、あケイチが本当に頑張ってるんだと思って、私がこの人と話もしたかったし、なんか応援もしたかったし、その気持ちでしたの私は。その時はあの孫、うん、ちゃんとの話がすごく力になって、うん、その時孫ちゃんの家から自分の家まで来るためには1時間40分ぐらいがかかったから、自分の家まで来ることがあの本当に大変そうでしたよね、うん、でもそれを全然気にしなくて、一緒に見ませんかの話をその連絡を受け取ってOK してくれて、で一人で来てくれたんですよね。それが本当に感動でした自分は、その時は、うん、その日が出会いまでの話でした。あの出会いの日と出会った後の話は次の話で、はい、してみたいと思います。今日はここまでです。はい、はい、また次の話を楽しんで待ってください。